カメポスターに負けるなんてさんまさんから言われましたけど、いやいや、そもそもアイドルなので、その芸人さんと比べられてもって感じなんですけど、はい、でもまあ聞きたいことがあったら何でも聞いてください。お、すごい受けてたスタンス、ありがとうございます。いや、聞かせてもらおうか。僕ら負けてないと思います、本当に。あ、ほんま、まあ、ちょっと初めましてですけど、飯久保さんと横浜さんよりも相方の方が可愛いと思う。うちの横山一番可愛いんだよ。いやいや、うちの浜田の方が可愛い。いや、でもモーニング娘。一番可愛いんですよ。ごめんごめん、それは浜田やわ。それは。すいません。違うわ。違うわ。浜田が可愛いです。可愛い対決しますか、じゃあ。頂上決戦。頂上決戦やけどね。なんかお題かなんかくれたら、これ可愛いし。あ、やってくれる。あ、じゃあその、遅れてきた。めっちゃやりたそうやん。すごい。ごちゃごちゃしてましたよ。無茶言わんといてくださいよ。無茶言わんといてくださいよ。やりたそうやん。いやいや、あの、一人ぼっちを作らんようにするとやめて。悪い癖やで、そういうの。3人でやりますか、じゃあ。やりますか。じゃあもうシンプルに、可愛い一言も言ってもらえますか。あ、もうアイドルやん。縛りなしで。縛りなしじゃない。可愛い一言。縛りなし。縛りなしでね。はい、もうできますよ。あ、早い。え、かわいい。え、かわいい人でいいですよね。はい、行きまーす。レイナのこと、好き？かわいい。かわいい。勝った。そう、かわいい。エグ、エグ。シャッター音も結構。すごかった、すごい。多分これでポイントを。すごい、すごい。今日一やったよ。でもいけますね。今の感じでいいな、一言でいいので。いいよ、じゃあ俺に行こうかな。いいですか、いけるかな。じゃあいきますよ。ちょっといただいてもいいですか。あ、欲しいですね。マサイシのこと愛してね。あ、いや、悪くない、悪くない、悪くない。シャッターの数少ない。ちょっと減りました。ちょっとだけ減りました。いいですよ、大将がおるから。はい、シャッター、これはすいません、シャッターいただいてもいいですか。じゃあいきます。浜田の使ってるシャンプー教えないよ。あー、ではではかね。ではではかね。終わりましたね、終わりました。アイソの3シャッターぐらい。アイソで切らないでください。何かにうまいこと使ってください。無理さ、さすがに無理か。全然教えない。恥ずかしい、恥ずかしい、愛されたよ。MBS ヤングタウンパーソナリティの皆さんに質問です。自分たちの番組でここだけは他の曜日に負けないというところはありますか。はい、では、はい、お願いいたします。はい、土曜日は間違いなくリスナーさんがめちゃめちゃ面白いんですよ。やっぱりもうさんまさんにリスナーまでもがもう鍛え上げられてて、ラジオのコーナーでリスナーさんから来たメールをさんまさんが採点するっていうコーナーがあって、そうなんです。で、その採点上位5人がまあ、そのヤンタンの特製マスクだったりとか、そういうシールとかがプレゼントされるっていう、そういうコーナーがあるくらい、もうリスナーがめちゃめちゃ面白いんですよ。でもそれはもう絶対に負けてないと思います。はい、ありがとうございます。2人いるとどうしても2人行かなくて大丈夫ですね。ありがとうございました。